目が覚めると視線の先に見知らぬ部屋の天井の木目があった。残りの団員朝まで待ったけど結局誰も来なかった。ラブちゃんもラッキーも飛び山さんも。おはようございます。私純子って言うんですが、質問いいですか？うん、いいよ。うむ、おじさんたちとかまだ来てない人とか、皆さんは何をする人なんですか？ラブちゃんがブランコ、ラッキーさんはピエロとケイリ、飛び山さんは演出担当ディレクター。もしかすると…何？サーカス団？まだ来ないなんてきっと逃げ出したんだぼ。おじさんたちってサーカス団？あれ？言ってなかったっけ？サーカス団！じゃあご飯を食べましょう。今朝は昨夜のカレーライスとナスとオクラの煮浸しです。ではいただきます。ごちそうさまでした。サトル、朝になったら顔ぶれが変わっててびっくりしただろう。先月我が幻サーカス団は契約通りの場所代の支払いができなかった。昨日の夕方それがニュースになってしまったんだ。するとすぐに次の9月に借りるところからキャンセルの電話が来て、パパさんと姫様は大慌て。始発の列車で交渉に向かった。というわけでここでの公演も開始時期は未定。あと当分の間俺と永瀬さんがサトルの親代わりだな。ニュースだなんて、あなたたち有名人になったわね。嬉しくないぼ。あと夜遅く隣町新聞の記者が取材に来てたんだ。まだこっちは状況を知らず宣伝してくれるのかと思ったら、思ったら今回は場所代を払えるのかと聞かれてがっかり。最悪オブザイヤー。まあうちのサーカス団は機材が少ないし古いし金が足りないのは間違いないけどね。話を聞いて心配になった僕はお金を貯めることにした。ねえ、夏休みになるべくお金を使わずに遊ぶ方法って何があるだろう。こうして僕はトコトコくんから釣り竿をもらった。今朝は早く起きたんだろう。ラジオ体操に間に合うぞ。隣の神社に向かってレッツゴー。俺も遅れないようにしなくちゃ。行っておいで、ラジオ体操。はい、まさかここに来てハンコ係をやるとはな。こんにちは。はい、こんにちは。確か、そうそう、サトルくんでしたっけ。あれ、どうして名前知ってるの？教えてたっけ。いえいえ、お名前は純子ちゃんから聞いたのです。サトルくんとは明日葉荘で一緒にご飯を食べたそうですね。あのおばさんじゃなくて若い方、若い方。というわけで私はこのカフェを営むしがない老人、時々遊びにいらっしゃい。僕は小学生のサトル、以後よろしくね。しがない老人はさすがに意味がわからないかもしれませんね。え、
死がないってことは長生きってことでしょ。ところでさ、質問なんだけど。そうですね、このカフェは主に季節に合わせたコーヒーとささやかな軽食などを提供中。さらに言えば、特にコーヒー豆に力を入れているのです。うんうん。最近はインスタントや缶コーヒーが好まれるようになっていますが、香り高く、それでいてアットホームな挽きたてコーヒーこそが絶対必要。そう考えた次第です。すごい、ずいぶん熱心なんだね。でも聞きたかったのはカフェじゃなくてこの町の話なんだけど。なんと、これはすっきり間違えた。純子ちゃん、僕のことをなんて言ってた？そうですね、とても快活な少年だと。カツカツ？いえいえ、お金に困ってはいませんよ。じゃあどんなカツ？快活というのは元気な少年という意味ですね。元気のカツ。それにしても会ってすぐいい印象を残すなんて、サトル君はなかなかやりますね。えへん、大活躍。とにかく元気で大変結構。ではさようなら。今日もまた柵が壊されて豚さんが逃げ出してるな。一体誰がやってるんだ。ご覧の通り、何度も何度も柵を壊されて困ってるんだ。誰かが柵を壊してるんだけど、犯人が分からなくて困ってるんだ。豚さんが大好きなんだ。だって可愛いだろ。大好きすぎて困ってるんだ。仕事は本を売ること、仕入れること、そして本と本屋の掃除があるの。本当に疲れるわ。あ、レジ横で売ってる詩集乙女の居直りは絶対に読んじゃダメよ。なんで？それは秘密。さて、今日は八百屋さんで何を買おうかしら。じゃあキャベツを買って帰ろうかな。ロールキャベツを作りましょう。
よっしゃ、これで八百屋で買うものが決まったぞ。こんちは。夜になるとこの辺りを走ってるか、この建物の裏にあるお店で飲んだり食べたりしてるから、遊びにおいで。うん、わかった。はい、毎度あり。いらっしゃい。おもちゃ屋だよ。おもちゃの店ファニーだよ。もしかすると。なんだよ。おもちゃ屋っておもち屋さん？くだらねえ、そんなこと考えたこともなかっただよ。ところで何の用だい？今日は何の用だい？はい、毎度あり。暑い時期に花火屋なんてやるもんじゃねえな。だから言ってるだろ、花火屋だって。ああ、花火屋がどんな仕事か分かんねえのか。まず少年、お前は打ち上げ花火の種類をいくつ知ってる？そうか、それはよかった。だったら花火のことを教えてやるから、時々ここに来い。夜はいない日もあるから昼間の方がいいな。花火はいいぞ、夢がある。おやおや、見慣れないお客さんだ。私は東大森の森助。君の名前は？僕は悟。森さんは東大に住んでるの？森さんではなく森助。東大森というのは名前じゃないぞ。東大の管理人のこと。歌にもなってるんだけど、さすがに知らないか。森さんは知ってるの？もちろん。昭和一桁生まれの頑固じじいだからね。昔のことは何でも知ってるよ。何でも知ってるって言ってたけど、じゃあ僕のパパさんの名前は？こりゃ一本取られたな。それはさすがに知らないよ。何でも知っ、これ、隣町新聞社の記者です。今日は釣り名人の取材ということでこうして駆けつけたんですが、さてと何を聞けばいいんだろう。
何が釣れましたか？冴えない新聞記者が釣れたようだ。どのくらい釣れました？約1名かな。どひゃー、さてとこれくらいでいいかな。これくらい喋れば素晴らしい記事が書けるだろ。ひってえな。そういえば博物館に持っていく魚を釣り上げる競争はどうなった？僕まだ釣ってないんだ。実はおじさんも。やっと見つけたぜ。気分はどんな感じ？そっかそっか。僕、線路の向こう側まで行ったんだ。線路を渡るときは気をつけてね。うん。何があった？大きな灯台があったよ。あの辺りは灯台山というのよ。じゃあご飯を食べましょう。今夜はロールキャベツとみんな大好きクラムチャウダー。では皆さん、いただきます。ごちそうさまでした。ラッパ山に行こうかどうか考えてたんだけど、どうしようかな。それってどこ？いや、今夜は疲れてるからやめとこ。なんかあのお客さん怪しいのよね。怪しいっていうのは、もしかすると誰かが怪しいってこと？うん、そうよ。ここに来てからずっといろいろ調べてるのよ。平均的なサーカス工業における一月の電気代とか。電気会社の人なのかな。怪しいと読みます。難しい漢字だよね。怪しいな。怪しいよね。こんばんは。こんばんは。時々湯船のお湯がすごく少なくなってることがあるんだけど、気づいた？なんでだろう。そうか、わからないか。いや、そんなことはないと思うぞ。誰かすごく大きな人がいてお湯を流しちゃうのかな。そういえば博物館に持っていく魚を釣り上げる競争はどうなった？僕まだ釣ってないんだ。実はおじさんも。外の景色も見えるし、なかなかいい場所だぼ。確かに。でもここに来ると視線を感じるんだ。一体誰なんだろう。不思議なことになんとなく視線を感じるんだ。何なんだろう。もしかすると何？あの不思議な小さな神様が見てるかもしれないぼ。そうそう、永瀬さんは裏山で何かを見たらしいんだ。何なんだろう。ああ、
みんなオカルトとか激辛レトルトカレーとか怖いものが大好きなんだもんな。はい、夕方のニュースで見たんだけど、サーカス団が場所代を払えずに逃げ出したらしいじゃないか。せちがらいね。でも幸いこの町はとにかく平和です。まだまだ豊かな自然が残っている桃源郷のようなところです。みんな存在が化石なんだから、怒ってるのは当たり前。何億年かしたら石油や石炭になるかもしれませんよ。そこは価値の大小で考えちゃいけない。宝物だけど、でも0円だなんて世の中には腐るほどある。そうなんですよ。なるほどなるほど。こうやっておもちゃ屋さんと話してると、うちの花火を店で売ってほしくなるな。ではまた。いやいや、おもちゃ屋で売ってるのは小さな小さな花火。このおじさんが作る花火はもっとでっかい花火だよ。なるほど。売ってないんだよ。楽しい。じゃあね。おやすみなさい。そうなんですよ。ちょっと一杯のつもりで。一杯じゃなくて一杯だった。わかりました。ちょっぴりのつもりでたっぷりだった。もうこれだから遊び人は嫌なんだ。なるほどなるほど。そうなんですよ。どうしよっかな。見つけたんだ。かわいいよね。カニは釣りの餌になるし、お店で買い取ってくれるから嬉しいのよね。じゃあご飯を食べましょう。今朝はトビウオの開きと厚揚げのおろし煮を作りました。おいしそう。ではいただきます。
ごちそうさまでした。純子、今日はサトル君によもぎ町を案内してあげなさい。未来のサーカス団長にこの町を気に入ってもらうのよ。団長か、いいな、行っておいで。じゃあこの後神社の前で待ち合わせね。ラジオ体操の神社だよ。始まります。ラジオ体操第一、まずは背伸びの運動から。はい、押しました。待ち合わせするのって他の人にバレたら恥ずかしいよ。じゃあ女子じゃなくてお姉ちゃんと待ち合わせ。お姉ちゃん？そうよ、私は今年で15歳。僕は10歳。 1.5 倍も違うのよ。じゃあ僕が20歳になったら純子姉ちゃんは30歳。全然違うけど、まあそんなもんね。じゃあおばちゃん？おばちゃんじゃなくてお姉ちゃん。この神社は天狗の山神社っていうのよ。天は天と書くんだけど、動物の天のことなの。一匹一匹色が違ってなかなか個性的な生き物なんだ。個性的？うん、人間だって一人一人見た目も性格も違うでしょ。わかんない。例を挙げると、特にサーカスの人たち。サーカス？なるほど。お姉ちゃん、僕個性的の意味が分かったよ。じゃあ純子姉ちゃんは個性的？自分ではよく分かんない。お姉ちゃんは個性的になりたい人かな。やっぱりよく分かんない。まあいいや、とにかく今日はお姉ちゃんの後をついておいで。うん、よろしくね。ここはアシタバ草。アシタバっていうのは元気がいい植物なんだって。10年くらい前に亡くなった京子さんのお父さんお母さんが建てた家なのよ。ちなみに京子さんのお姉さんが私のお母さん。じゃあ京子さんは純子姉ちゃんの親戚？そうよ。じゃあ逆は？純子姉ちゃんも京子さんの親戚？そうよ。そうなんだ。解説しよう。親戚は逆から見ても親戚なの。100の 10% と10の 100% の答えが同じなのと同じよ。全然わかんない。じゃあ次は鳥居の近くで待ってるよ。
私このブランコ大好きなんだ。世界が広く見えるのよ。ブランコに乗ったって世界の広さは変わらないと思うよ。どう説明すればいいのかな。気持ちの問題なのよ。気持ち？例えば先週まで1999年の7月だったから世界が滅ぶとか言われてなかった？あったあった。でも僕忘れてた。忘れてたなら怖くなかったでしょ。うん、それが気持ちの問題よ。なんかその説明も合ってないような気がするけど。まあいいじゃない。じゃあ次は公園に集合ね。ちゃんとついてくるんだよ。はい。ここは太鼓を叩く公園、通称太鼓の公園、そのまんま。昔お正月の行事でここに集まって太鼓を叩いていたんだって。だから太鼓の公園なの。ふーん、今はやらないの？うん、今は残念ながらやらないの。かなり前にやめちゃったんだ。そしてこっちはこの町のメインストリート。この路地は公園から渋谷商店までの近道なの。次は渋谷商店よ。というわけでここが渋谷商店。何でも手に入る超マーケット。ここは娘さんが小学校の先生なの。超マーケット？うん、スーパーは別にあるから違う言い方をしてみました。じゃあ本物のスーパーは？本物はこっちよ。じゃーん、駅前スーパー。確かに本物っぽいかも。でしょ。この店の屋上に駐車場があって、そこを通ると線路の向こう側へ行けるから、覚えておいて損はないかも。うんうん。じゃあ次は本屋に向かってレッツゴー。うちの店田舎にしてはなかなか大きな本屋でしょ。うん。ねえ、豚がいるよ。うちの店本屋は1軒しかないから商売的には安心安定なんだって。へえ、そうなんだ。ねえ、豚がいるよ。この時はまだ僕にとってネットもパパゾンもささやかな存在で、本屋の売り上げの大半がネットに取られてしまう時代が来るなんてことは思うはずもなかった。ねえ豚さん、君神社の裏から逃げてきたの？いやー、待って待って。意外に運動神経がいいんだね。うん、こう見えても私小学生の頃は列車に乗って遠山まで行って新体操を習ってたんだ。新体操？うん、本当はバレエをやりたかったんだけど教えてくれるところがなかったの。見ていてちょっとだけドキドキした。僕はなぜかサーカス団のラブちゃんを思い出した。はい、おしまい。どう？すごいすごい。じゃあ次はおもちゃ屋さんね。この中にあるんだよ。
にちは。ところで今日は何の用だい。毎度あり毎度あり。毎度あり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 。はい、毎度あり。ここがファニー。何でも売ってる超おもちゃ屋さんなんだ。いろんなゲームも遊び道具もみんなここで買ったんだ。以前は毎日のように仲のいい友達と来てたんだけど。だけど私は読書とか舞台、音楽が好き。彼女は運動やゲームが好きだから趣味が合わなくなっちゃったの。大好きな友達だから本当は今でも仲良くしたいんだ。そうなんだ。ここは夜になると大人が集まる歓楽街。この街の人口密度ナンバーワン。ナンバーワン？うん。夜ここに遊びに来てごらん。いろんな人と話ができると思うよ。あ、そうだ。これから海を見に行かない？海？うん。ここからなら歩いてすぐ。じゃあ、海へ向かって出発！おー！サトルくん到着。ここは昼間でもいい風が吹いてきてなかなか良いところなんだ。この港はなんていうの？ここは雪見浦。雪を見る浦と書くんだよ。なかなか風流な名前でしょ。何を隠そう、この辺りは豪雪地帯なんだ。あそこに見える煙突は？ああ、あそこは工場なの。嘘か本当か、世界一精密な機械を作る工場なんだって。この辺りは精密機械とか医薬品の会社が多い地方なの。じゃあ今日はこれで解散。なかなか楽しかったよ。うん、純子姉ちゃん、いろいろとありがとう。ねえ、本当に未来のサーカス団長さんなの？そんなことわかんない。だって僕、サーカスの技を一つも覚えてないんだもん。親が教えてくれない主義なんだ。あら、意外ね。ねえ、本当に…工場長、子供が1名おります。うわー、不審者発見。主任、捕まえろ。とんでもないやつだ。工場長、子供だと言ってますし心配はいらないかと。バカモン、それが油断なのだ。世界一精密な我が工場の秘密を探るスパイなのだから、子供に化けるくらいは朝飯前だ。めちゃくちゃだ。とぼけるな。ここが世界一の精密機械を作る工場だと知ってたんだろう。知らなかったけど今知ったよ。なに、知らなかっただと？許せない。なんということだ。いいか、
証拠があったらすぐ捕まえるぞ。さっさと立ち去れ。子供が来るようなところじゃないから、もっと楽しいところで遊んでよ。調律博物館へようこそ。あれ、見覚えがない。君もしかするとこの町の子じゃないのかな。うん、僕違うとこからやってきたんだ。どこから来たの？テントから。テント？あれ、この辺りにキャンプ場なんてあったっけ？ここで来場した方々へ告知です。この博物館では希少昆虫や希少な魚を集めて展示を作ろうと考えています。もし希少な昆虫や希少な魚をお持ちでしたら、ぜひご提供くださいませ。ねえ君、今日は博物館の展示を見ていく？小学生は入場無料、大サービス中！ではこちらから中にお入りください。照明が暗くなっているところもあるのでお気をつけて。うわー、すごいね。遊んでくれてありがとう。遊んでくれて。あのね、あのね。ねえ、的当てしようよ。遊んでくれてありがとう。遊んでくれて。気分はどんな感じ？だよね。町から離れて自動車道路の向こう側まで行ったんだ。ラッパ森ってところだよ。おう、何があった？山と川。おお、それはすごいな。もう、もう。ラッパ森は自動車専用道ができたら東西に分けられちゃったのよね。もう、もう。じゃあご飯を食べましょう。今夜は煮魚とワカメとキュウリの酢の物です。では皆さん、いただきます。ごちそうさまでした。ねえ。
あれれ？なあ、よう、そういえば、博物館に持っていく魚を釣り上げる競争はどうなった？僕、まだ釣ってないんだ。実は、おじさんも。よっ！遊んでくれてありがとう。やあ、どうしよっかな。